川淵チェアマンね。その時来たメールがね、釈迦に説法だと思うけど、はいはい、もう結局のところ選手を、あ、じゃあ基本に忠実に選手を褒めて、はいはい、やる気を育てることだと思いますっつって、ほう、そういう言葉をもらったから、うん、それはもう俺のいただいた言葉やから今年の俺のモットー。へえ。上の監督がでもそんな感じだな。その無理やりやらすなっていう。ああはいはいはい。うんうんうん。ちょうど合うよ。そういう自分がやる気になるように、選手がやる気になるようにとか、うん、選手がやらなあかんことを自分で気づくように、うん、そういうふうにそこに持っていったってくれっていう感じやから。そうなんや。この人もすごい、ね、川口さん。ちょくちょく電話しはんねんの。サブちゃんが。なかなか俺に電話してこれないよっていう時は言うけど。いやねんな。なんか楽しみな選手とかいてる？注目選手。それおらんな。いや、おんねん、何人かおんねん、野手。うん、ピッチャーはいっぱいおる。若いの、ええのいっぱいおるんだけど、うん、野手で、いや、これっていうのが、一人、二人ぐらいしかおらん。だから弱いね。まだまだ。ロッテのその若手が。特に野手は。野手イコール選手層薄い、ね。そのあれな、直接指導とかもすんの？せえへんよ、俺も。俺はバッティングコーチ任せる。監督やから。バッティングコーチええのを俺は呼んでもらって。ああ。内田さんって。はいはいはい、はい。内田純三。広島でもちょっと、書いてたね、高畑さんとつながる部分があるんじゃ。あ、はい。あ、高畑さんと。似てんねん。へぇー。で、引き出しもいっぱいあるし、ノートは何だめしもだけど、もうあれ金取れるで。だってお前、安倍晋之助、清原さんとか、吉野さん、亀井とか、もう、荒井。はいはい。もうみんな育てた人やから、金持ちさん。だから俺は、内田さんのことを藤原が信頼すれば、俺はハマると思う。言うこと聞かなかったらあかんけど。はあ、なるほどね。めちゃくちゃ助かると思うよ、俺。教える必要がない、俺は。ああ。内田さんに教えてもらったら絶対うまいだろうし。うんうんうん。コーチはもう、アイデアマンであれっていう。ああ、はいはいはい。飽きさせないように、きついんやけど、うん、楽しい練習を俺はさせたいっていう、うん、さしてきた、うん。俺の師匠と似てる。いやいややらされる練習こそ、さっきの俺の中学校の時の話じゃないけど、うん、これほど無駄な練習がいるから。まあ、振ってることに無駄はないけど、うま、んうん、くなるかどうかって言ったら、俺はならんと思う。うんうんうん、こんなところで言うのもないけど、全体練習でうまくなると俺は思ってないから。一切。はいはいはい、これ言うたら結構怒られねえけど、うんうん。全体練習なんか絶対うまない。個人練習で絶対うまない。あ、個人練習どれぐらい取り組めるかっていうところに差が出る。どれくらいというか、だから今その俺らが思うようにさっきの高畑さん内田さんの話じゃないけど、うん、やる気になるかどうか。あ、自分がやる気になって、うん、ここをもっと伸ばしたいとか、うん、いう考えをちゃんと分かった上でできたら、うん、俺を学ぶと思う。ただやらなあかん状況とか周りがやってるからとか、うん、同じやってるでも違う。うんうんうん、ね、うん、向こうでうまいことコーチ使えばいいんだけど。ああ。考えながら自分のウィークポイント、ストロングポイントと、まず知っとかな、それもできへんの。うんうん。うんうんうん。あと自分知らん子多いで。ああ。なんかでもあんなタイプでホームランバッターやと思う？俺は思わない。まあ中距離、うんうん、で足で、うん、っていうイメージあるやん、うんうん、まあ、ホームラン打ちたがる、
ああ、そうなんや。うん、その辺自分もし分かってないけど。ああ。だからホームランを打ちたい、中距離ヒッターやのにホームランを打ちたいってそういうスイングばっかりするやん。うん。中距離ヒッターやと思って打ってた方がホームラン増えると思う。はいはいはい。絶対。ああ、なるほど。絶対。ああ。うん、その辺の自分もまだ全然知らんね。佐々木朗希はどう？あれもうエグいやろ。エグい？あれもお前25ぐらいだったらアメリカ行く。アメリカ行く？性格はどんな感じの子なの？知らん俺。ああそうか。うん、まだ高校時代しか見てないの。ああそっかそっか。ロッテに戻るのはどうなん？個人的には、サブちゃん的にはやっぱりちょっと気持ち的には張り あんの。戻りたかったよ、ずっと。現役の時もジャイアンツ行かしてもうて、辞めてからも楽天でもやらしてもうて、うん、今3球団やってる、うん。なんか楽天行って去年ぐらいから12球団制覇したいなと思った。あ、全部見てみたい、うん。1年ずつでもいいから。やっぱり違うところ行けば違うところに行って、なんか発見あったりとかいろいろある？組織が違うし、まず。ああ。で、俺、現場やりたいわけじゃなかったから、フロントやりたいんで、うんうんうん、あの、フロントで中身見て、うん、じゃあソフトバンクが、あ、こういう風に癖やってんねやとか、うんうんうん、学級が違うやん。うんうんうん。それを見たかったっていうのもある。ソフトバンクは施設すごいやろ。そう。どうやろ、ね、環境はええとこええぞ。でも環境いい？ロッテも、ロッテも悪くはないけど。へぇー。ちょっと古いわ。あー。これから多分良くなると思う。でもあの、前に言ってたさ、そのシステム的なものとかそういうのすごいいいの入ってんねんって言ってたよ。誰も入ってる。あー。広島以外。あー、そうだ。広島ももう入ってるのかな、トラックマンから。おー。トラックマン入ってないとこないんじゃん。マップが全部入れてるか。うん。今、すごい。スカイなと。フォークアイか。全然スカイちゃうかった。フォークアイ。フォークアイってやつ、ソニーかな？まあ、あれ、人もトラッキングできるやつ、まあ、ね。え？どういうこと？人の動きをトラッキングできる。ほー。っていう触れ込みやけど、うん、まだ多分できてないと思う。今年からかな。楽天もそういうのは早いから。でも、ロッテも入れてる。はいはいはい。ヤクルトも入れてる。うん、そういうのはもうどこも多分やることやってること一緒やねん。うん。で、どこで差つけるか言ったら、やっぱり3軍。うん。数。数？数やろ。やっぱ2軍までのところと、3軍があるチームと、うん。はいはいはい。まあ、普通に、単純にパイが増えたら A の出てくる確率は高いよ。うんうん。うん。まあ。うん。ロッテは三軍作りたいな。あのバッティングで言えばさ、最近あのフライボール革命っていうのはさ、もう結構あれになってくるやん。あの辺は どんな風に思ってる？もう別にええんじゃん。その角度で当てたいとかバレるっていう、バレるゾーンみたいな。うん。その角度で当たりゃいいだけの話だから。うん。別にトップとかこの辺がどうだろうが、うん、当たるときにそこに入っとけばいいわけや、うん、好きなようにしていいんじゃないと思うけど、うん、俺はそんなあの偏見はないけど、うん、俺はやらんかったけど、うん、まあアメリカ人らしいよな、こねんの嫌がるからな、あ、今こねへん、こんなのあったりやん、こういうふうに、うん、アメリカ人もこれ一番嫌がる、こねる、あ、こねるの嫌がるの？いや、めちゃくちゃ嫌がる。あ、でもフライボール革命って何年か前にやってアメリカ代表とか日本来たりするやん。うん。もう大味だぞ。全然受けんかったから、もうあっさり終わるから。あ、もうアメリカ人も言ってた、それ。あ、そうなんだ。今もうアメリカの野球が大味すぎて、うん、あの、打てりゃいいけど、うん、出んかった時はもうすぐ終わるんですよ。穴も大きいってこと？うん。だからもうそろそろ足の時代もまた来るんじゃないかなと俺思ってるよな。ああ。アメリカも。
はあ、足早く揃えたり、うん、なるほど、リッキーヘンダーソンみたいな、まあ、日本とはこうレベルが違うからな、その体の大きさと強さと、うんうんうん、なあとまたテクニックもそうやけど、やっぱりでもあれこう勝ち上げて行くのは外国人向き、小学生でもいける、あれ勘違い しやすいよ、その小学生だけじゃなくてプロの若い子でも、ああ勘違いしやすいっていうのが、そのこの角度で入れたいの、うん、こう入れ、ここを入れないだけやのに、もうこっから入れようとする、うん、終わった、うん、めっちゃ離れる、うん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 、俺の中のダウンスイング、アッパースイングって、ダウンスイング、アッパースイング。うん。離れるやつがダウン。これはアッパーな。アッパー、うん、で、ダウンがないやつ。うん。でも、こうじゃない。うん。これ、ダイゴンギーって昔、こうやって教わってるからだけど、うん、これじゃない。ここだけ。振り出し位置。こう上から入ってきたらダウンスイング。これが下から入ってきたらアッパーに、ね。うん。これがこう入ってきて、うん。で、こうなれへんやん。うん。今まで、その、俺らの子供の頃は、こう座ってた。うん。うん。これも点で打てるから。うん。絶対こうやって打てるわけでもないし。はいはいはい。うん。そういう面では、線で捉えろっていうところが俺一番、理解できるんで。はいはい。そういう面では、これはええと思って。うん。軌道に入れるっていう、ね。張本さんなんかも、あれも天才だ。ああ、長い構えて、この。こう入れるよね。うん。一回。これがトップよ。うん、ピッチャーのこの来るボールの軌道に入れるのがトップだから、おっしゃる。